薬剤と燃料用アルコールって持ってきたら、ああ、なるほど、燃料用アルコールで、うん、それに浸してくれれば、うん、数分で多分剥がれると、うん、まあ、ない場合は、うん、ドライバーかなんかでこう削り落としてもらえばいいから、こうやってまず削り落としてもらって、取れたかな、これでも剥がれちゃったんだよね。まあ、より細いドライバーを使った方がいいと思う。で、こう、簡単に取れるんで。あんま太いのでやっちゃうと、あの、膨らんじゃうから。薬効を入れる部分が、はい、これで取れたんで。他にも工具持ってればいいんだけど、なければ、用事でもできるんだけど、その場合は、バンド万力でこれでこうやって持ってもらえば、用事を使う場合ね、この間は探検自信車を下に 裏向きにして入れて、その後に自信車を反対側に、これで一応準備、下準備というかね、糊と薬効の粉ですね、はい、これを少し足します。粉を出して、うん、でスネーキで伸ばします。使わない人もいるんだけど、スネーキ使った方が多分綺麗につくと思う。これで伸ばしてもらって、もうこんなもんかな。こんなもんですね。どんどん乾いていっちゃうんで、結構時間との勝負。これぐらいの硬さにして、ちょっとペチャペチャするぐらいですね。のりを足してもらって。これでこう溶いてもらって、例えば、うん、ちょっと薄め液入れすぎちゃったなって、ちょっと時間経ってちょっと時間を置いてもらえばちょっと固くなってくるんで、うんうん、あのそしたらこんな感じかな、こんなもんかな、とろみぐらい、こんな感じ、あ、ちょっとくっつくぐらい、うん、これでやれば、で僕は用事を使ったんだけど、これでこう、こう伸ばしてつける、こんな感じです。裏もはみ出てないやつ、さっきのぐらいの粘りだと、あの塗った時に下に落ちない、あれより緩いと多分落っこって表面の方に、表の方ににじんできちゃうから、うん、見た目が汚くなっちゃう、うんうん、今やったやつを裏返すとこんな感じでついてるんで、これを 3,4 時間乾燥して、そうそうそう、固めるっていうことですね、はい、だあれこっちが表ってことですよね、そう、表こっちににじんじゃったら失敗だから、あれさっきの柔らかさより緩いとはみ出てきちゃう可能性ある、うん、で1回でつかないこともありますよ、今のは多分ね、うん、ちょうど良かったんだと思う、なるほど、たまたま、じゃあやっぱりちょっと、うん、液入れすぎてちょっと薄いなというか緩いかなと思ったら、ちょっと練りながら、ちょっと置いて様子見ながら、うん、でいいね、これ綺麗についた方ですね、うんうんうん、こんな感じです。でこのままで 3,4 時間乾燥させればこれになります、うん、これを例えばその硬すぎちゃったとか緩すぎちゃって失敗してはみ出ちゃったとかっていう場合はアルコールで、うん、できればね、アルコールがあればそれにつけてシャーッとやってくれればサーッと取れちゃうから、固まる前だったら割と簡単に取れる、うん、取れる。これだと粘度的には同じぐらい、同じやっぱり同じ粘度でやらないと、これでこんな感じだね、こんな感じ、
ちょっとついてくるぐらい。これだとね、1回でいかない場合あるよ、やっぱり。でかい幅、あ、広いから。で、これでこう塗っていくんだけど、こういかない場合もあるでしょ。はい、でも、焦らずこう、やっていけばこうついちゃうというね。多分、はみ出てないと思う。あんまりぼったりやっちゃうと、あの、針を気つけた場合から、盛りすぎちゃうと、できれば少ない分量で、本当にぴったりぐらいになるように、うん、そうすれば、裏からもはみ出ないで済みますから、これで乾燥すれば出来上がり。次の動画でまたお会いしましょう。バイバーイ。